はい、激辛好きな、激辛マニアユッキーです。今日はですね、こちら、リーの、スパイスで極めたうまさ、ビーフカレーリー、辛くてうまいカレーラーメンというのをね、購入してきました。はい、スパイスの深いコク、まあ、リーはね、最近なんか出ないんですよね、リーね。なんか新作というか、売ってないんですよね、リーの30倍。なんで、まあ、ね、こちら、カレーヌードル的な感じでしょ。カレーラーメン。まあ、カレーヌードルでしょ。いわゆる。それでは、もうできたんで、ね、あらかじめお湯を入れておきます。この商品は、江崎グリコ株式会社監修のもと、ビーフカレーリーの味わい をイメージして開発したカップ麺です。この商品にビーフカレーリーは使用しておりません。なんで？使用してないんかい？まあ多分辛いと思います。いただきます。これね、コンビニで売ってましたね。はい。ピリ辛。ピリ辛だな。大して辛くないですね。リーの10辛、リーのなんだっけ、辛さ10倍ぐらいの辛さかな。もっと辛くないかもね。あ、でもちょっと辛いか。B の辛さ。B でググると、なんか、ジーンズブランドですが。あ、でも若干辛いか。うん、辛さ10倍ぐらいの辛さあります。最近リー全然見ないんですよね。リーの辛さ30倍ね、どこのスーパー行っても 見かけないんですけど、D の辛さ30倍を今月、2年ぶりに復活だって。5月8日だって。もう半年以上経ってるのに。マジか。売ってるところは売ってんだな。一応。リーの辛さ30倍期間限定で売ってるらしいです。アマゾンで10個入り3450円。10個もいらねえな。ガツンとスパイス、フライドガーリックと粗挽き黒胡椒だって。2017年版。やっぱ、こういうラーメン系はやっぱ熱いんで、
汗が出ますね。暑いからやっぱり。辛さ10倍ぐらいの辛さはあるかな。ちょっと汗は出ます。汗は。でも期間限定で5月8日発売ってことはもう期間限定終わってるんじゃないか。もう期間が終わってもう発売してねえんじゃないか。見たことないけどね。やっぱ2年間売ってなかったんですね。2年ぶりに新発売ってことは多分売れないかったんでしょう。結局。辛すぎて。辛すぎて売ってなかったんでしょうね。辛すぎて誰も食うものがいないから、結局売らないっていう。だからここもう数年食ってないもんね。マジで。ビーうまいんだけどな。ビーフカレーですげえビーフが効いててうめえんだけど売ってねえから。昔のさ、45倍に挑戦みたいなやつあったじゃん。あれうまかったよね。なんか最近のリーはなんか、ただの辛さ30倍とか言って、それで終わりみたいなのが多いんで。結局。これもあれですね。辛さ30倍のみ。終了。45倍には挑戦できない。2017年バージョン。あ、めっちゃ汗出てきた。結構辛いか。思った以上。思った以上に。やっぱりスープ系はラーメン系はやっぱ辛い。ラーメン系はやっぱりあれです。スープが熱いので。思った以上に。辛い。でね、あの18禁カレーっていうのは売ってるじゃないですか。あれ俺なぜ買わないかっていうと、ただ単に高いからですね。あの1個1480円とかするんですよ。あのレトルトカレーでですよ。レトルトカレーなんて安いやつなんて1個100円で売ってるでしょ。なんでその15倍かな、あの、ね、出さなきゃいけないのって。それが納得いかないんで買わないんです。18禁カレーはこれからも多分、買うことはないでしょ。なんか値段が、なんていうかな。まあ値段でしょ。ヤフオクとかに D30 倍とかでググれば出る。
出ないですね。うまいんだけど、そんな10個もいらねえな。アマゾンで10個で10個もいらねえよな。あ、1個で売ってる。1個でね、780円で売ってるわ、アマゾン。ぼったくりだろ、これ絶対。完全なるぼったくり。あ、辛い辛い。あ、辛いこれ。スープがまた辛い。リーの辛さ20倍ぐらいあるな、これ。辛さ。辛い、これ。舐めてたら結構辛いよ。汗が大量に出る。ああ、汗がマジで大量に出る。滝のように汗が出る。ちょっととろっとしてるね。やっぱカレーだから、ちょっと、とろみがある。そこら辺に売ってねえかな。そこら辺のスーパーで。多分売ってねえと思うけど。売ってたら大体見るんだけどね。結構カレーは好きなんで、スーパーのカレーコーナーはよく行くんですけど、ああいう映画、メルカリ30倍、リーの辛さ30倍、売ってねえかな。あ、売ってんじゃん。2個で2箱で、659円。あ、安い。これ買おうか。あ、売ってた。あ、売ってんじゃん。普通にめっちゃ出てるよ、これ。あれ？こんなに売ってるってことは普通にスーパーに売ってるんじゃないか。ワンちゃん。ワンちゃん売ってるんじゃないか。ワンチャンス売ってんじゃないか。あれ、メルカリで売ってなかったらメルカリで買ってこよう。明日スーパー行って確認してくるわ。でもね、リーはね、本当にね、ビーフカレーのね、うまさがね、半端ないよね。
辛さ20倍までは普通に売ってんだよな。あ、まあ、普通に売ってんだよなって言っても、ぶっちゃけた話、あんまり見かけないね。それでもやっぱ見かけないんだよね。あ、でも声優には売ってんのか。声優に189円で売ってる。声優に売ってるか。安いね。ああ、でもまあ辛さ30倍。辛さ20倍は普通に、美味しいよね。カレールーでの中で一番うまいもんね。B の辛さ30倍が多分一番うまいと思う。カレールーの中で。俺が選んだカレールー。カレールーマニアのユッキーがね、選んだ。カレールー動画でもあげましたけど、うますぎて失神するレベル。ビーフのさ、コクがすごいよね。あとさ、肉。ビーフがさ、ゴロゴロ転がってんのが、あれがうめんだよ。あれが。ああ。でも最近カレーはね、レトルトじゃなくて普通にね、作って食うんですけど。なかなかね、自分でもビーフカレーを作るんだけどね、やっぱうまいですね。やっぱビーフで作ると、牛肉で作るとうまいです。B には負けるんだけど。うまいよね。だから個人的にビーフカレーが一番好きなんですよ。やっぱビーフだよな。ポークカレーよかさ、やっぱり、何なんすかね。何なのかわかんないけど、うめえよな。ビーフカレーってなんていうかビーフシチューのような、ビーフビーフ感、コンソメとさ、コンソメなんだろうな、結局な。ビーフって結局コンソメのさ、風味っていうかさ、あるじゃん。あれ結局コンソメがあれビーフなのかな？わからん。コンソメの味に似てるよ。やっぱコンソメってビーフ使ってんのかな？よくわかんねえな、そこら辺。美味しゅうございました。ごちそうさん。辛さ度数は結構辛かった。70だな。70。ご視聴ありがとうございました。